はい、どうも、ジャシブキッチンです。今日はですね、モンブランを作っていくんですけど、やっぱモンブランって言えば、一般的には栗を使ったモンブランっていうのが圧倒的多いんですけど、今日はかぼちゃを使った少し和風仕立てなんですけど、デザートワインと合わせていただくのがすごくおすすめなかぼちゃのモンブランですね。今日はそちらを作っていきたいと思います。ですが、その前にチャンネル登録と高評価、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは早速作っていきましょう。だったら蓋を外して、それでは材料紹介まずはしていきたいと思います。まずは今日はこちらですね、かぼちゃ使っていきます。それから今日はグラニュー糖ではなくて、こちら黒糖ですね、使っていきます。和風仕立てなモンブランにしていきたいので、黒糖、それから仕上げ用の粉糖ですね、泣かない粉糖なんて言ったりして、こうかけても溶けてなくならない粉糖ですね。でそれと市販のあんこと、まあ、こうお好きなクッキー用意してください。今日はこのフランスのブルターニュ産のゲランドの塩を使用したっていうバタークッキーですね、用意してます。それとシナモンパウダーと蜂蜜で、バターと、これもしあれば用意してください、かぼちゃの種ですね。それと生クリームですね。以上の材料を使って今日はデザートワインと合わせていただくのが非常におすすめなかぼちゃのモンブランですね、こちらを作っていきたいと思います。はい、そしたらまずはかぼちゃのこの綿の部分ですね、種ですね、こちらはスプーンで全て取っていきます。綺麗に種が取れたら、はい、そしたら鍋を用意して、パスタを茹でる用の鍋なんですけど、こういった穴付きですね、二重になってるんですけど、こういった鍋に水を張ったらセットして、そしたら火にかけていきます。でこの中にかぼちゃを入れて蒸していくんですけど、必ずお湯が沸いてから、ボコボコに沸いてからかぼちゃを入れて蒸すようにしてください。水が冷たいうちにかぼちゃを入れてこう蓋してしまうと、お湯が沸く間にこの蓋にどんどん水滴がついて、その水滴が下に落ちてかぼちゃがべしゃべしゃになってしまうので、必ずお湯がしっかりと沸いてからかぼちゃを入れて蒸すようにしてください。で今日はレンチンとかでかぼちゃの火入れをしてもいいんですけど、蒸し器を使ってかぼちゃの甘さをしっかりと引き出していきたいと思います。はい、お湯が沸いたら火を弱めて、内側のこの鍋をセットして、この向きよりもこうした方がいいですね。そうした方がここにやっぱり水分が溜まりやすくなってしまうので、下向きにして蓋をして蒸していきたいと思います。はい、かぼちゃを蒸している間にホイップクリームですね、作っていきたいと思います。ボウルに生クリーム入れて、でここに黒糖ですね、加えていきます。黒糖を加えたら、しっかり角が立つぐらいまで、八分立てとかですねになるぐらいまで泡立てていきたいと思います。こういった感じのしっかりと角が立つぐらいですねに立てられたら、こちらはラップをして冷蔵庫で一度保管しておきます。はい、タイマーが鳴ったら蓋を外して、もうだいぶ串がスッと通る感じにはなったので、そしたらこのかぼちゃは取り出していきます。はい、そしたらかぼちゃはこの皮を外していきたいと思います。ちゃんと蒸されてはこういう感じでこうペロッと剥がれるかなと思うので、皮は綺麗に剥がしていきます。そしたらタミとかザルでもいいので、かぼちゃを入れて裏ごししていきたいと思います。この裏ごしするときはなるべくこう目の細かいやつでやった方が滑らかに仕上がるのでいいかなと思います。でなるべくこれ、じゃがいもをこすときとかと一緒で、あったかいうちにですね、やるようにしてください。裏ごしができたら、この室温に戻しておいたバターですね、こうゴムベラでこう練れるぐらい状態にバターをしたら、ここに先ほど裏ごししたかぼちゃをまず少しだけ加えて、しっかりとなじませていきます。ここでバターが硬いとダマになっちゃうので、必ず柔らかい状態のバターですねと合わせるようにしてください。でしっかりと混ざったら次のかぼちゃで、これバターが分離しちゃうともうダメなので、ここは焦らず丁寧にゆっくりですね、バターをしっかりと乳化させながら混ぜていきます。はい、
そしたらここに少し甘さをつけたいので蜂蜜加えて、それから生クリームですね加えます。そしたら再びしっかりと混ぜていきます。これとシナモンパウダーですね加えて、少しこう風味付けですねしていきます。はい、でしっかりと混ぜられたら、これでかぼちゃのクリームは完成ですね。かぼちゃのクリームをこういった口金セットしたこのポシェットですね、絞り袋に入れていきたいと思います。セットできたらクッキーを用意して絞って仕上げていきたいと思います、はい、そしたらこういった感じにあんこをスプーンなどを使ってちょっとこう丸めてもらって、このクッキーの上にのせます。でここでちょっとこう山になるような感じで慣らしておいてあげると、クリーム絞った時にこう綺麗になりやすいので、ここで少しこういった感じに成形しておきます、はい、そしたら少ししっかりめに立てたクリームですねを上に乗せて、でこれを一度下にこう下げて、それからこうちょっと形を整えていきます。で少しこう山にしてあげる感じですね、まあ、こんな感じで、どうせ隠れてしまうので多少こう、まあ、雑な感じというかになっていても大丈夫です。できたらお皿に移してから最後のかぼちゃのクリームですね絞っていきたいと思います。はい、そしたら仕上げですね。ちょっとここからはパティシエの方のようにはさすがに綺麗に僕も絞れないので、参考にもしかしたらならないかもしれないんですけど、こうクリーム絞るときはこう丸く絞っていくか、こういう感じですね、どちらでもいいと思うんですけど、今回は丸く、絞れたら仕上げにかぼちゃの種こちら飾って、上から粉糖を少しこうかけてもらえたら、これで完成ですね。それでは食べていきましょう。ではいただきます。今日は栗で作ることが多いモンブランなんですけど、かぼちゃを使ったモンブランですね。もう今の季節かぼちゃ、まあ、夏野菜だったりもするんですけど、今の季節すごく美味しいかぼちゃなので、かぼちゃで作るモンブランもめちゃくちゃおすすめですね。ちょっと栗の時と比べてクリームは柔らかめな感じはあるんですけど、でも全然作れないことないので、ぜひ作ってみてください。ではいただきます。お茶の味がしっかりしててほしい、うん、黒糖のクリームとこめちゃくちゃいいですね、相性いいですね、うん、最高。あ、で今日はデザートワインを合わせてるんですけど、お茶のモンブラン自体に今日はリキュールとかアルコール使ってないので、デザートワインと合わせていただくとこう味がこう何ていうんですかね、かぼちゃのモンブラン自体がこう引き締まった感じというか、味が締まる感じがして、めちゃくちゃ美味しいですね。こうなんかすごくこうまとまりがあるようになるというか、一気に大人の味になるというか、食べてデザートワインで甘いのでいいですね。めちゃくちゃこうなんかこう優雅な時間にしてくれるというか、美味しいですね。今日はかぼちゃを使ったモンブランですね。栗ではなくかぼちゃを使ったモンブランなんですけど、比較的こう材料も市販のあんこだったりクッキー使って作っているので、このかぼちゃのクリームだけ作れば結構簡単に作れるレシピにはなっていますので、ぜひ動画を参考に作ってみてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバイ。